底辺だ底辺だ取れてる取れてる底辺だ底辺だ底辺だうわ底辺だ底辺だ大事件だ。ヒカキン TV Everyday ブンブンハロー YouTube どうもヒカキンです。この動画ですね、もう今この動画公開日の今日急遽撮ってるので、すいません、ちょっと編集とかテロップとか全然ないんですけど、これは撮らなきゃということがいきなり起きたので動画急遽撮ってます。いきなりネットニュースでバーンって出て超バズってて、今もうツイッターでなんかトレンド入ってるんですよ YouTube って。あ、そう、もうタイトルにある通りなんですけど、これ確かね少し前からなんか噂みたいのはあったんですけど、ついにいよいよらしくて、もう今日から変わってくとか。何が起きたかというと、今皆さんが見てるこのYouTube の動画のグッドボタン、バッドボタンのバッドボタン数、バッドボタンが押されたあの回数というか、バッドボタンの数字が今日からいよいよ非表示になるらしいです。要するに、うわ、この人ちょっと炎上してるじゃん、バッドやべえ、バッド数1万だとか見れなくなるんだって。大事件だ。大事件なんだよ、これ。そう、というのも、ずっとあったんだよ、バッドボタンの押された数ね、数字って。いきなりなくなるの。マジっていう。これ聞いて皆さん、どう思います？ね、もう YouTube15 年以上やってきてる僕からしたらもう、大事件。ちょっとニュース読みますね。はい、こちら Yahoo ニュースさんの記事を引用させていただいてます。動画の説明欄にリンク載せておきますので、ぜひご覧ください。YouTube、低評価数を非公開に。嫌がらせ防止で。これ嫌がらせっていうのはさ、まあ、簡単に言ったら、僕ら YouTuber が、動画見てる人とかから嫌がらせを受けることを防止してって意味だよね、多分。うん。米 IT 大手 Google 傘下の動画共有サイト YouTube は10日、動画クリエイターを嫌がらせや個人攻撃から守るため、動画の低評価数を非公開にすると発表した。交流サイト、SNS で他社の投稿にいいねや高評価、低評価をつけられる機能はしばしば精神衛生を損なうと批判されてきた。米 SNS 最大手 Facebook や写真共有アプリ Instagram ではユーザー側の設定で非公開にすることが可能になっている。これいいねのことだよね、多分。インスタとかフェイスブックってバッドってあんのかな？あんまない気がするけど。YouTube のユーザーは今後も低評価ボタンをクリックできるが、その件数は表示されなくなる。クリエイター側は自身の投稿した動画の低評価数を確認できる。そう、僕ら YouTuber は、裏側のデータとかで、あ、この動画、低評価こんくらいなんだっていうのは見れるんですよね、数字。同社は視聴者とクリエイター間の敬意ある交流の促進のため、低評価ボタンを非公開にする実験を実施した結果、嫌がらせや低評価攻撃が減少したと説明している。はい。というわけでこれ聞いて皆さん、どう思います？バッドボタン。低評価何回押されたかの数字が皆さんが見れなくなるんですよ。グッドは見れるけど。どう思います？ぜひね。この動画のコメント欄に皆さんの意見書いてください。僕も知りたいんで。いや、僕ね、いろんな思いがこう複雑に混じり合うんですけど、本音で語りたいね、今日はね。まずね、初めてパッて聞いた時は、ああ、確かに本気でね、僕らがもう命かけて、この動画にかけてるんだって動画とか、日々ね、自分にとって最高に面白いって思った動画が、思ったよりさ、はい、全然ダメ。クソつまらんっつって、そう、バッドってのはまあ、確かに、当然嬉しくはなくて、あーマジかってなるわけですよ。結構それで、あんまりこうね、強くない人もいるから、そのバッド数を見るだけで精神的に、ちょっとこう、崩れてっちゃう人もいるということを多分考えて、こういう決断を YouTube はしたと思うんですけど、今まで僕は、まあコメント欄もそうだけど、グッド、バッド、とかってさ、なんか見てる皆さんが参加できる要素だったんだよね。そう、それがやっぱりネットのいいところかつ YouTube のなんかいいところだったからちょっと複雑なんだよね。うん。で、僕自身は少しでもグッドがいっぱいついてバッドが少しでも減る動画を一生懸命作ろうっていうのをまあモチベーションにはしてて、そこにね、当然甘えてはならないと思って頑張ってきてたから、なんか、あ、なんか確かに気楽になるけど
甘えちゃダメだなみたいな、なんか、うん、そう、だから正直 YouTuber とかクリエイター僕ら側には、あ、え、バッド数見えなくなるんですか、あ、うわ、正直気楽だわみたいな、うん、多分ね嬉しい人は多いとは思うんですよ。でね、確かに嫌がらせ防止とかっていうのもわかるよね。例えばさ、なんかこう炎上しちゃってもうほんと誠心誠意謝ってもさ、なかなか許してもらえなかったりするじゃん。まあそれはね、炎上した本人も悪いっちゃ悪いんだけど、もういいんじゃないかみたいな、反省して一生懸命頑張ってる YouTuber とかクリエイターも、もう1年経ってもほらバットが鳴り止まないみたいなね。それはそれで結構ね、とてつもない犯罪を犯したとかではないんであれば、確かに毎日ね、こうされまくってるっていうのも、まあ精神衛生上良くないっていうのは確かに僕もわかるんで、僕らにとっては確かに優しいですよね。ブーンブーン。ちょっとネットなんかエゴサーチしてみるか。あー、結構みんな分かれてるね。見る価値があるか、指標してたからなくなるのは辛い。そうそう、だからポチって動画を押して低評価ガッてめちゃくちゃ多かったら、あ、この動画なんか釣り動画なんだなとかね、あ、なんかつまんないんだなとか、なんかしょうもない動画なんだろうなって、その無駄な時間割かずにもう戻るみたいなね、他の動画見に行くとかっていう指標にしてたのになくなるのは辛い。それはまあ分からなくはないな。どの道コメント欄荒れるの目に見えててな。あー、まあでもコメント欄も最悪オフとかもできるわけですよね。そう、それで言うと、あのグッドバッドもその評価自体を今までも確かオフにできる機能もあったんだよね。うん、もういっそのこと高評価も非公開にすれば。それはダメです、それはダメです。我々のやる気が、それは やる気、嬉しいから、うん。他者からの評価を一方のみ見せないというのはいささか疑問。これが投稿者の任意でできるならいいけど。ああ、これもちょっとわかるよね。正直さ、別にまあ僕は全然低評価あっていいタイプなんで、好きにいじれたらいいのになともちょっと確かに思うよね。うん、僕今まで通りでもまあ構わないかなとは思うんで。別に個人の自由じゃない、嫌なら評価見えなくすればいいだけなのでは。うん、だから全然賛成、いいんじゃないっていう人もいるね。いっそ再生数もなくしてほしい。それは出しときたいな、頑張ってるからな。確かにでも、YouTuber ってさ、毎日再生数気にするから。いやでも、そんな未来来たらでもちょっとそれ怖いな。今日から再生数全部見えなくなるんで、やめてください、 YouTube さんってなっちゃう再生数はあってほしいよな。非表示にしたところでカウントされるし、投稿者は評価数を確認できるんだったら嫌がらせは成立するのでは。視聴者側で見えなくなって面白くないからやめる人も一定数はいるだろうけど。でも確かに、みんな、うわ、めっちゃ低評価多い、みんな押してんだ、俺も押しちゃう、ウェーイみたいのは確かに減りそうだよね。その低評価祭りになんか俺も参加しちゃえみたいのはなんかなくなりそうだよね。ただ確かに嫌がらせはさ、数字が見えちゃってたからなんか特に嫌がらせ感あったけど、見えなくなったら確かにね、僕らは、あ、俺今回の動画裏で見たら低評価多いなとかわかるけど、それがじゃあすごいちょっといつもより多かったからって嫌がらせっていう感じはちょっと減るかもね。うん、まあいろんな意見がありますね。ブーンブーン。で、こっからはもう僕のなんか直感とか予想なんですけど、そのバット数が見えなくなって今後何が変わるか、ちょっとね、うーんって考えたんですけど、まあ、正直ね、そんな絶対こうでしょうとは分かんないですけど、まずあんま悪いことは起きないんじゃないかなと思うね。うん、そして、ああ、こんなもんかってぐらい、ぶっちゃけそこまでなんかさ、とんでもないくらい変化が起きたみたいな変化はね、僕ないと思います。うん、というのもやっぱ他の SNS って、ね、結構みんなもういいねボタンしかないしね。で、YouTuber のモチベーションとかはグッドボタンがいっぱいついたら全然ね、それは保てるし、むしろ下手したら YouTuber のモチベーション上がる人もいると思うんですよね。まあ裏では見えてるけど、結構どっちかっていうとこう、自分のピントがグッドボタンの方に多分意識がいくと思うんで、まあとにかくいっぱいグッドを押してもらえる動画を作ろうっていう、うん。ので、まあ全然前向きになれるんじゃないかな。で、あと思ったのが、僕、炎上する人ちょっと減るんじゃないかなって思っちゃったんですよね。うん、低評価率で結構炎上してるかどうかって判断してることってちょっと多くなかったですか？そういうケース多いですよね。例えばね、なんか YouTuber 誰々が炎上、低評価は 60% を超え1万以上みたいなさ、そういう書かれ方とかあったじゃん。で、それ書けなくなるってことだから、コメント欄大荒れとかしか書けなくなるわけだよね。って思うと、コメント欄も封鎖とかもできるし、まあ
あるいはコメントって消せるんですよね、ぶっちゃけ。だから、思いっきしコメント消しまくってれば、低評価数見えなければ、炎上してるかないかなって思って。だから、もしかしたらね、低評価、今まで通り出てたら炎上してた人が、ギリギリ炎上しなかった。セーフっていうことが起きるかもしれないんで、悪いことはしちゃダメよ。真面目に生きようよ。YouTuber は低評価見えなくなっても真面目に生きまっしょい。って感じですかね。あと僕の予想、もう一つ。これはまあちょっとあくまで、ごく少数出てくるかどうかなって思うのは、僕らからするとさ、なんかやっぱりあんまりね、低評価がいっぱいちょっといつもより増えちゃうとか、そういう動画って、まあ無理して出すのは良くないよねとか、張り切りすぎてね、ちょっとこう、過激なことしちゃって低評価つくとかって、結構しっかり考えてさ、やらないようにしてたりする人っていると思うんですよ。なんだけど、低評価見えなくなると、ちょっとだけ攻めてみるみたいな。人出てこないかなみたいな。今までやってたらちょっとね、バッドが少し多めについちゃうかもしんなかったけど、今見えねえからちょっと、もうちょいこうね、パンチの効いたね、うん。まあまあ攻めた企画やっちゃうみたいな。それはまあその人の自由かとは思うんだけど、うん、まあ YouTube ってね、ガイドラインとか利用規約とかも結構ね、しっかり監視されてますから、はい。ね、結局なんかそういうので、下手なことしたらね、動画消されたりするわけで、そこはまあ多分大丈夫だと思うんですけど、ちょっとだけね、ちょっとだけ張り切っちゃう YouTuber がいるかもしれないし、あとはまあ、なんかさ、そういうちょっと迷惑系 YouTuber とかそういう人たちは、Twitter とか見てたら、やっぱそういう本当になんか迷惑なこととか、過激な、YouTuber とかがなんかそれでなんかうまく張り切らないといいよねみたいな意見は結構ありましたね。確かにそれはそう思いますかね、僕も。うん。って感じで、まあ急遽撮ってるんでちょっと本当に話、思ったことそのままバーって喋っちゃったんですけど、皆さん改めてどう思いますか？YouTube のこの歴史的大事件。2021年11月11日ポッキーの日。はい。に起きた。大事件。まあ、ちょっとこの動画はまだ、皆さんぜひグッド押してくださいね。はい、この動画はぜひグッド。はい。この動画まだバッドボタン表示されてるかな。あと昔の動画も全部バッドついたやつも見えなくなるってことだと思うんですけどね。多分まあもう今日とか、数日以内とかに変わるんですかね。ちょっと順次って書いてあったんでわかんないですけど、はい、ぜひ皆さんの意見もお聞かせください。YouTuber はまあみんな意見は人それぞれかな。うん。ただ、それだけはやめてほしいっていう人は、少なそうかなーってなんか思いますね、僕は。一 YouTuber 側としては。うん。ただ、あくまで私、ヒカキン個人的な思いとしては、これからも、しっかりと僕は裏でバッド数、低評価数をしっかり見て、今まで通り甘えず、少しでもね、皆さんにね、これは、低評価かなっていう、思われないような、いやもう、下手したら今よりぐっと2倍になるような動画作りをね、今まで通り、いや、今まで以上に厳しく僕は、今こそ、作っていきますので。グッドボタン、高評価、よろしくお願いします。今後バッドボタンもう押せなくなるから、今、押しとくかとかやめて、それやんなくていいからね。やんなくていいからね。うん、それやっちゃうと、この動画ひどくなっちゃうから。うん。うん、はい、というわけで、歴史的大事件で急遽の動画でした。ありがとうございました。ちょっとグラグラしてしまいましたが、最後までご視聴ありがとうございました。私、ヒカキン SNS もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。じゃんけんタイム、いきますよ。最初は、ブンブン、じゃんけん、ポン、バイ。ダーラク、ダーラク、ダーラク。ダーラク、ダーラク、ダーラク、ダーラク。